高速除雪作業に適した除雪トラックには新雪を道路外に飛ばす装置、圧雪を剥ぎ取る装置、雪を抱え込む装置が装備されています。交差点では除雪した雪が交差点内に残らないようオペレーターが除雪トラックを運転しながら側面の雪を抱え込むサイドシャッターを手動で操作する必要がありました。この操作には除雪区間内の交差点の位置や形状を把握しておくとともに交差点進入時のサイドシャッター操作のタイミングなど高度な技術が求められます。そこで開発されたのが日本で初めてのサイドシャッター自動化です。 ICT 情報通信技術を活用し精度の高い位置情報と地図情報を使い自動化を可能にしたのです。自動化を進める背景にはオペレーターの高齢化があります。オペレーター年齢61歳以上の割合は1998年のわずか 3% から2015年には 16.2% にも上昇しています。この高齢化と人手不足に対応するため北陸地方整備局北陸技術事務所では以前から ICT 活用による除雪車の作業支援システムの研究と開発に取り組んできました。これまでにロータリ除雪車、凍結防止剤散布車などへの作業支援装置の開発を進め、オペレーターの高齢化と担い手不足に対応した除雪技術と体制の維持を目指してきました。サイドシャッターの自動化を可能にしたのが2018年11月から本格的な運用が始まった準天頂衛星みちびきの活用です。日本の天頂付近を通ることからその名がついた準天頂衛星みちびきは8の字軌道を描きながら飛行しており、高精度な測位を実現することが可能となりました。導きからの信号は都市部のビル街などでも遮られにくく、道路上でセンチメートル単位の正確な車両位置が把握できます。導きからの位置情報と高精度な地図の情報を組み合わせることで雪で覆われた路面や吹雪などで十分な視界が確保できない場合でも除雪車の位置やガードレールからの距離を正確に把握できるようになり、作業の効率や安全性が向上します。北陸地方整備局北陸技術事務所では除雪装置自動化の第一段階として開発されたサイドシャッターをはじめ、今後は新雪を道路外に飛ばすフロントプラウ、圧雪を剥ぎ取るブレードについても自動化を目指す計画です。すべての作業装置が自動化すればオペレーターの負担が軽減されるほか、安全かつ効率的な除雪作業が可能となっていくことでしょう。また近い将来、画像認識技術 AI の導入を視野に入れており、除雪車の操作性、確実性、そして安全性などさらなる進化が見込まれています。